よし、座れば。よし、座れ。こんにちは、エストサフ CJ です。前回の動画の、続きなんですけど、まあ結論ちょっとまあ分かっちゃったかなって感じなんですけど、トリップは断念して帰ってきました。で、まあ無事にね、帰ってきました。まあ、帰りの運転もね、結構大変だったんですけど、やっぱりちょっとね、犬中心の旅行になってしまい、で彼も譲渡犬で、まあ早い話で捨てられてるんですよ。なんでやっぱこうどっか出かけていくとね、落ち着かないみたいな感じで、もう付きっきりになっちゃうんですね。ということで自分の旅行もまあできないし、まだ早かったかなと思って帰ってきました。はい、マップ映ってるかな。それでミッドレングスをね、乗ろうと思って出たんですけど、それどうなったんだよっていう人もいるかと思うんで、帰ってきてすぐね、またねちょっとキャンプ行ったんですよ。また鳴らさせようと思って、そしたらまあね、こうやってね、着いてすぐドッグランで遊んでたんですけど、なんとドッグラン中に自分がね立ってた後ろから思いっきり足すくわれちゃって、こいつ35キロあるんですよ、体重が。でパーンと足、だるま落としみたいにこうパーンと足取られちゃって、いきなり来たもんでね、受け身取れなくて、あ、ケツから思いっきり落っこったんですよ。まあ、土の上だったんで骨折はなかったんですけど、それでも腰やっちゃって、で、ね、首もね、調子悪かったんですよ。もうジジイだからね。でちょっともうそれがね痛くて、でちょっとこれがね、まあ多分あとね1週間ぐらいは治んなそうなので、はい、それから、千葉で、ミッドレングスは試乗したいと思います。はい、で、いろいろ前回の動画でコメントをくれた方々もね、ありがとうございます。ちゃんと読ませていただいてますんで、はい、やっぱね、みんな危ないと思ったら帰った方がいいよって言ってくれたんで、ありがとうございます。はい、そう、もうね、可愛すぎて、本当に。自分ね、ラブラドールはね2匹目なんですよ。現在自宅にこいつの他にあと2匹、2匹です。全部で3匹今飼ってて、一緒に暮らしててね、可愛くてね、ほんとね、こ自分の子供みたいなもんなんですよね。はい、ね、それからこれお店のことはあんまりこのチャンネルでは言ってないんですけど、お店はね26日から一応営業、仕事再開しようと思ってます。はい、なんでまたよろしくお願いいたします。あとなんかね、ドル君ね、ウェット決まったとかね、昨日かな見てでね、スポンサードでお金ももらえますんで、みんな言ったらね、よかったなと思って。はい、一応今年のそのチリの板はお願いされてるんで、多分まあ作るとは思うんですけど、6月7月ぐらいで作るのかな。ガンをね、もう一本作る予定です。で、あと波乗り夫婦チャンネルさんの方でドル君がねコラボしてて、うちのね、私の板が出てて、まあ夫婦さんちょっとね何回か話したことあるんですよ。ネットでね、ツイッターかなんかだったかな。まあ、いい人たちで、板の方も紹介してくれたりしてて、ありがとうございます。いつかね、ちょっとね、同じ千葉なんで行った時にね、コラボお願いしたいなと思ってるんですけど、まあそんな感じです。まあ、今回はちょっとそういうご報告の動画となりました。で、無事帰ってきましたと。で、まあキャンプ行って足すくわれて、俺が怪我してまた帰ってくるとまたね、これ何もできなくなっちゃってて大変です。せっかく休んだのにもうガタガタですね本当に。まあ、しゃあないね。はい、ということです。なんで、まあまたミッドレングスのね、海行ったら動画上げると思うんで、ちょっと気長にね、それ楽しみにしてた方々はね、気長にお待ちください。よろしくお願いします。じゃあまたです。ごきげんよう。まるちゃん、ほらバイバイして。バイバイってみんなにバイバイは。よいしょ、でっかいんだよって。ほら、うわー、でっかいんだよね。あー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 